こんにちは、みずきです。今回は最近よく質問をいただくコスメを使ってメイクをしていきました。全部プチプラで真似しやすいものかなと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。ということでどうぞ。はい、じゃあまずアイシャドウこちらです。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの19番です。はい、こちら5色入ったアイシャドウなんですけど、私はこのカラーを最近よく使ってました。塗っていくとちょっとこうオレンジっぽい感じの、結構濃いめのアイシャドウです。これ光に当たった時のツヤっぽさとかきらめきがすごい綺麗です。でこれ若干粉っぽいアイシャドウなので、私はこう指にとってあんまり粉落ちしないようにこういう風にポンポンのせて使ってます。指でのせていくとかなり密着感が出るので、このアイシャドウは指で入れる方がおすすめです。でアイシャドウの形はもう普通の丸、目元に合わせてグラデーションを作っていく感じで、こう全部均一になるように丸みを持たせて入れていきます。で個人的にもうちょっと濃さが欲しいので、もう一回指にとってまた同じように上からのせていきます。濃くのせていくとオレンジっぽさがすごい増します。はい、そしたらこのブラウンをこの細めのチップにとって、この目のキワキワに細く入れます。もう分かるか分からないくらいでポンポン置いていって、次目の下はこちらの一番最初に使ったカラーをのせていきます。これも細めのチップを使います。で目を全部囲むように目尻から目頭までしっかりカラーをのせていきます。全然印象違いますよね。上だけだとちょっと物足りない感じで、下ものせていくと雰囲気が出ます。で最後にこちらのラメを使います。目の真ん中と目頭に少しだけ、そしたらケイトのダブルラインエキスパートを使ってこの涙袋を強調させます。最近はアイシャドウの後に描いてますね。なんかそっちの方がこの形が取りやすくて、今はこんな感じです。そしたらいつも通りビューラーです。マスカラはオーブのデザイニングマスカラブラックです。マスカラはね、正直塗っても塗らなくてもどっちでもいいです。最近気分によってつけたりつけなかったり、ビューラーだけしたり、いろいろと試してます。続いてこちらのラブライナーリキッドのブラウンを使って目尻にアイラインを引いていくんですけど、これがちょっといつもと違って、いつもはシュッと短く細く描いていくんですけど、こんな感じで跳ね上げラインを引いていきます。この目尻からすぐにシュッと上を向けて、結構上向きで描いていきます。で黒目の外側くらいまでこのまつげの間を埋めて、目尻だけっていうのはいつもと変わってないです。で今かなり目尻にポイントがいってるので、目頭の方にも少しだけ切開ラインを入れて目元を拡張します。で最後仕上げにこう目元全体のバランスとかを見て、足したいところにもう少し足します。続いてチークこちらです。セザンヌのナチュラルチーク N の17番です。こちらはこんな感じのテラコッタカラーなんですけど、今回使ったこのアイシャドウとの相性がすごくいいです。なんだけどこのチークもね、ちょっと濃いめに入れてしまうとこう顔面がしつこくなっちゃうので、このチークは少しだけ入れます。で一応ねブラシもついてるんですけど、こ
ちらのチークも指で入れていきます。これ結構ね発色がいいので、この指で取ったものをポンポンポンと置いていきます。そしたらこんな感じで固まってチークが入るので、これをトン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 指でなじませてから、この目の下のアイシャドウと少しだけつなげる感じで、これくらいの範囲でのせていきます。はい、そしたらリップはこちらです。ロレアルパリのシャインオン934番です。このカラーは赤系のリップなんですけど、オレンジっぽさも入ってるので、今回使っていったカラーともすごい合います。でこのリップはベタ塗りしていくんじゃなくて、少量塗っていったカラーを伸ばしてつけます。はい、こんな感じでメイクが完成です。はい、という感じで今回は最近よく質問をいただくコスメを使ってメイクをしていきました。とりあえずこのアイシャドウを使った時はね、だいたいどこのアイシャドウかを聞かれます。プチプラなのにすごい綺麗な発色で、グラデーションもこれ一色で仕上がるので、めちゃめちゃお気に入りでおすすめのアイシャドウです。でいつもと違うのはこの鼻上げラインですかね。いつもはシュッとストレートに描くんですけど、こういう風に角度をつけて上向きに描いてます。なので全体的にクールでモードっぽい感じのメイクに仕上がってます。はい、という感じで今日もご視聴ありがとうございました。では